満点いいもの発見隊今泉さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。このコーナーでは全国のいいものの作り手とスタジオを結んで商品とそのストーリーをご紹介しています。今日お取り寄せしたのはこちらです。富山県から、さっき佐藤さん読めなかったんですが、カンコンタンと読みます。カンコンタン、はい、8個入り税込み1922円です。ふわふわのスポンジケーキの中に濃厚なカスタードクリームが入っている富山メーカーです。お召し上がりください。ありがとうございます。わー、ふわふわだ。美味しそう。いただきます。このスポンジの部分ふわふわで、本当にふわふわですよね。クリーム滑らかで、はい、美味しいですね。うまい。美味しそう。いただきます。はい、佐藤さんもどうぞ。はい、これがカンコンタンか。美味しい。ふわふわの生地に、甘すぎないこのカスタードクリーム。そうね。すごくよかったで美味しいですね。うん、ね、このスポンジの中にカスタードっていうお菓子は他にもあったりしますけれども、うん、ものすごく上品な甘さですよね。はい、生地もそうだし、クリームもそうだし、うん、これメロリだわ、ね、はい、というわけでこのカンコンタンを作っているのは富山県富山市のボンリブランです。1963年に創業で、1965年にはまだ冷蔵庫がそれほど普及していなか、いない中、うん、富山県内で先駆けて生クリームのケーキを製造販売したという会社なんですね。現在はケーキ、和洋菓子、焼き菓子などさまざまな商品を製造販売しています。今日は社長の松井俊之さんとリモートでつながっています。松井さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松井さん、すごく美味しかったです。はい、もう何個でも食べたくなるようなお菓子ですけれども、どういう商品か教えてください。はい、このカンコンタンというのは、創業25年目の36年前の平成元年に、富山メーカーを作るという目標として開発した商品です。洋生菓子を製造してきた技術を生かし、より生菓子に近いレシピで設計しております。そのためふわふわの食感のスポンジと、とろーりとしたクリームを特徴とした優しい味わいのケーキに仕上がっております。そしてまた去年10月には全国に2万3000人おられるフードアナリストが選ぶジャパンフードセレクションで最高賞のグランプリを受賞しました。すごい。松井さんのですね、後ろの壁、はい、これ、はい、その賞状ですよね。そうです、そうです。そう、盾があります。いやー、これ美味しいもんね、やっぱりね。はい、生菓子に近いレシピというのがちょっと納得だなと思いまして、はい、使っている材料にもこだわりがあるんでしょうか。はい、非常にこうシンプルな生菓子なんですけども、富山の地元の卵を使用しまして、で富山の名水でこう蒸し上げたふわふわながらしっとりとした口どけの良いスポンジケーキと、クリーミーでとろーりとしたカスタードクリームのバランスの良さがこだわりになっています。特にカスタードクリームは創業時から、クリームパンやシュークリームといった、カスタードクリームにこだわってきたために、開発時より柔らかさや味のバランスにこだわってきました。クリーム美味しかったもんね。なるほど、だからクリーム美味しいんだっていう感じですよね。ただなんかこのお菓子の感じと名前の感じがなんかちょっと合わないというか、よく分かんない、ピンとこないという感じがちょっとするんですけど、どういうことでこれは誕生したんでしょうか。はい、これ開発は当時はまだ今の北陸新幹線も通っていない、26、7年前の話なんですけども、富山を全国に知ってもらいたいという思いから、本業のお菓子でどう作るかを試案して、いろいろアンケートを取った結果、富山のイメージっていうのが越中富山の馬薬さんとか、ます寿司といったものだったので、パッケージを配置役のイメージとしまして、洋生菓子の技術を生かし、当時、流行し始めたこうムーンケーキを作ることにしました。ただ洋菓子屋としてシンプルなお菓子だからこそ、スポンジの食感と、得意としているカスタードクリームの味、食感にこだわりたいと考えて、この配合を設計しました。で、商品名はやっぱり富山のこう昔からの薬であるカンコンタンというものをオマージュして、甘くて、丸くて黄金色という意味合いの造語でカンコンタンとしました。この漢字をこう見て、
カンコンタンと読めるのは富山県人の証なんですね。なるほど、富山県民みんな読めるということで、佐藤さんも今日から読めるようになった。カンコンタン覚えましたよ、ね、カンコンタンです、はいはいうん、ということで、では最後に商品作りに対する思いを教えてください。はい、あの私父や先代は富山にない美味しいものを富山の人に食べてもらいたいという思いで、商品作りをしてきました。まあ、その後は富山らしさをいかに全国に発信するかで、まあ、歴史や産業、地理、方言といったものをネーミングとして、まあ、富山の人が、県外に行く時の手土産や帰省帰りの人のお土産として使っていただいてきました。まあ、これからも地元の方のみならず、まあ、全国の方に美味しいと言っていただけるお菓子を、心を込めて作っていきたいと思っております。松井さん、今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。今日ご紹介したカンコンタン8個入りは Amazon 日本ストアで購入できます。ATV ホームページ満点いいもの発見隊のページから簡単に商品ページにアクセスできます。またこのコーナーでは毎月5名様に Amazon ギフトカード1万円分をプレゼントします。詳しくは ATV ホームページ満点いいもの発見隊をご覧ください。これまでに紹介した商品の情報も掲載しています。これからもいいものをどんどん紹介していきます。お楽しみに。今泉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。